高校の時に。
ょっとだけ喋らせてください。今日はほんまに集まってくれてありがとうございます。じゃあとんがり帽子1回生初めての行事、1回生だけで作る初めての行事、ちゃんと楽しんで思いっきりやっていきましょう。じゃあとりあえず後ろの PA の方に今日一日よろしくお願いしますという挨拶をしましょう。じゃあ今日一日よろしくお願いします。それでは楽しんでいきましょう。ありがとうございました。